ユーフォルビア・インジェンスは、東大グサ族の植物の一種。園芸名は中天角。樹高は10メートルを超え、東大グサ族では、最大級である。幹は、下の方から、無数の多肉質の枝に分岐し、植材のような外見となる。種商名のインジェンスは、ラテン語で、巨大な、大きなを意味する。南アフリカ北部から、モザンビーク・ジンバブエに広がる乾燥地帯に分布し、 標高1600メートルまでの岩山や砂地に自生する。乳液は極めて有毒で危険な刺激性物質であり、野毒として使用されていた。多肉化する東大グサ属植物という条件に当てはまるため、ワシントン条約付属所2の適用対象となる。ニューウィンガーによれば、ケニアに分布する多肉植物の専門家であった PRO バリーは、 本種をエウフォールビア、カンデラブルムやアラビアに自生する、イーアメックと同一であると考えていた。しかし、旧植物園の、ワールドチェックリスト・オブ・セレクテッド・プラント・ファミリーズでは3社とも、独立種とされている。ありがとうございます。